皆さんこんにちは。浜松山里生き生きレポートナビゲーターの岡本麻里です。この番組は浜松市の山あいからの情報発信番組、二作保、佐久間、春野、辰山、天竜、稲佐、山里の魅力満載の情報をお届けしていきます。浜松山里生き生きレポート、この番組は浜松市の協力でお送りします。浜松市は全国で2番目に広い面積を持ち、海も湖も里も川も山もと豊富な自然大地に恵まれています。しかし面積が広いということで、同じ浜松市でも知らないことがたくさんありますよね。浜松山里生き生きレポートでは、中山間地域の女王を目指す私マリドンこと岡本麻里が、中山間地域の皆さんと交流を深めながら、おすすめのスポットや楽しいイベント情報、おいしいものなど山里のさまざまな魅力をお伝えしていきます。週末のひととき、山里への思いを膨らませてみませんか。さあ今回は天竜の話題ということで、私は天竜区二俣町クローバー通り商店街にやってきました。撮影日の今日は7月22日土曜日です。こちらのクローバー通り商店街は歩行者天国になっています。今日はこちらでフェスタ天竜が開催されますということで、こちらの模様をお届けします。じゃあ取材してあげてください。なんでしょうね、お祭りを楽しんでいる方がいましたので、ちょっとお話を聞いてみましょう。こんにちは。今は何をかぶってるのかな。マスクです。マスク。友達と来ました。友達と。今日は何か特に目当てのものってあるの。金魚ですね。金魚かき、もうやった金魚すくい。まだやるくらい。じゃあこれから楽しんでね。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。お天気に恵まれたこの日、暑さも一段落する夕方4時から夜8時まで行われたフェスタ天竜。浴衣を着た人、お面をつけている人、ヨーヨーを手にした人、子供から大人まで多くの方が訪れ、会場は大にぎわいです。さあそれではクローバー通り商店会会長の渥美義弘さんにお話を伺います。フェスタ天竜の開催おめでとうございます。ありがとうございます。どうですか、はい、始まって今日は、はい、やる前はね、なかなか準備がね、大変なんですけれども、おかげさまで、過去最高の出展です、はい、ロテーションの方々入れて、50点を超えました。54店舗。すごいですね、はい、子供たちが楽しめるようなお店っていうのもすごくたくさんありますね、はい、おかげさまでね、商工会青年部の方が射的をやってるんですけど、射的は子どもたちにすごい人気で、コロナがあってできなかったから4年ぶりの射的なんですけど、またこれもすごい人気です。いろいろな体験もできるし、はい、美味しいものも食べられるし、そういったブースもありますし、あのステージといいますか、このクローバー通り商店街の真ん中ではいろいろな方たちが演奏をされてますね、はい、おかげさまで天竜高校の皆さんをはじめ、太鼓とか、それから、オカリナ、それからシンガソングライターの方も出ていらっしゃるので、従来の方々も当然そうなんですけども、今年はそれにプラスして新しい方が出ているので、非常に楽しいですね、うん、そして浴衣姿の方も多くいますし、渥美、はいはい、さんもジンベエ姿ですごく似合ってます、はいはい、サブタイトルが、ね、浴衣でフェスタなので、うん、こういうイベントがあるから浴衣を着てって、なんかちょっと夏祭り、はい、夏休みのこの思い出にもなる、はい、いいですよね、はい、お子さんにとっては楽しい思い出の一つとなると思います、はい、地元のお店だけでなく、かき氷や焼きそばなどの夜店、街角ライブ、歌謡ショーなど、会場ではさまざまな催しが行われています。こちらであの面白いことやってるから来てというちょっと声をかけてもらったので来てみました。はい、こちらはこれはぬか漬けです。ぬか漬け、いいですか。食べて食べて。はい、いただきます。食べたことある、ぬか漬け。ぬか漬け食べたことある。初めてです。
これだから、うん、こういう日本人多いんですよ今なのでそれをね、教えてあげたいために、教えてますね、ぬか漬け作りを教えたりとか。 お味噌も減ってるんだよね、需要が。なのでお味噌をちょっと食べて。こっちがお味噌。味噌。お味噌濃いですね。美味しいでしょ。うん、美味しい。あのね、麹が5倍入ってる、普通の味噌と違う。すごい、だみんなね、不安が多くて。美味しい。ビシタ味噌。そう。で、お店があるんですか？お店はね、自宅の隠れ家だ。南区の小沢田行ってて、ここからずっと南に行く。今日は南からこの北天竜までやってこられたんですね。そうなの。こういう体にいいよというお味噌を。日本食文化をね、次の世代に引き継ごうと思って。天竜サロンで。天竜サロンでやってる。はい、はい、こちら二俣の天竜サロン。クローバー通り商店街はどうですか？素敵なお店がたくさんあります。今日初めて出るんですけども、はい、うん、すごい人通り多くて、うんうん、この僕ら一個向こうの通りでやってるんですけど。はい、健康の悩み、健康相談ということですね。こういうお店もあるということで、ありがとうございます。小学生の前向いたね、あの時ね、バリバリだったね。ありがとう、ありがとう。ということで、小学生の皆さんにちょっと集まってもらいました。このフェスタ天竜楽しみにしてた。うん、うん、何買ったの？かき氷とかリンゴ飴とか買った。買ったんだ。今これ美味しそうなの食べてた？食べてた。何？五平餅美味しいよね。美味しかった。うん、みんなは今日は何時くらいまでいるの？最後まで。最後まで。じゃあこの後何するの？うん、先生を探していきたいと思います。先生もいるって？うん。楽しんでね。バイバイ。ありがとう。こんにちは。すごく美味しそうなものを食べている。これは何ですか？かき氷。今日ゆかちゃん来てるんだね。うん、どう？今日は誰に着せてもらったの？はい、お母さん。イエーイ、素敵な笑顔を見せて。はい、ありがとう。こんにちは。何食べてんの？かき氷食べてんの？何味？コーラ味なんだ。コーラ好き？うん。おー、美味しそう。楽しんでね。そしてこちら天竜クローバー通り商店街の真ん中あたりですね、消防車も何台も並んでいるんですけれども、はい、天竜消防署の皆さんなんですか？はい、天竜消防署のポンプ隊と救助隊で、今日は車両の展示と住宅用火災警報器のアピールに来ています。はい、どうですか、多くの方にアピールできてますか？そうですね、すごいたくさんの方に来ていただいておりまして、あ、皆さん興味を持って立ち寄っていただいております。これは何社？これはですね、救助工作者って言います。はい、どんなことをするんですか？これはですね、消防車は大体火を消す車が多いんですけど、これは人命救助専門の、はい、車になっています。お子さんとかも乗ることができるんですね。はい、そして今乗られてた方がいらっしゃる、ちょっとお話伺ってもいいですか？こんにちは。今運転した？どうだった？恥ずかしいよね。どうでした、お子さんの乗ってる表情とかは？凛としてかっこよかったです。何か食べたもん。じゃがバタ。かき氷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 。じゃがバタ。たこ焼き。たこ焼き。俺果物食ってない。やばい。見たかったけど。これからか。お友達も来た。お、今な、美味しそうじゃん。これ何？コーヒー。アイス。じゃあみんなこの後も楽しんでね。はい。じゃあね、美味しいもの食べてね。はい。バイバイ。またね。いい楽しみ。いい夏休みを。ありがとう。バイバイ。小学生？3年生なんだ。お友達と来たの？はい。なんかすごく美味しそうなもの食べてるけど、何食べてますか？ポテト。他に何か買ったのある？お菓子と、うん、いっぱいあるじゃん。ジュースとかき氷と、うん、いっぱいあるね、駄菓子。はい、うん、買ったんだ。そっか、今日楽しみにしてた。はい、うん、そしてこちらは天竜商工会女性部の皆さんのブースということです。リリーズの会の皆さんですね。今日の人出とかどうですか、雰囲気は？すごいです。皆さん楽しみにこの日を待ってたんでしょうね。フリーマーケットのような感じになっていて、食器ですとかタオルですとかいろいろ洋服ですね、なども販売されてます。ちょっとした掘り出し物があるかもしれません。楽しいですね。
そして続いてこちらが天竜商工会の西部の皆さんのブースですね。こちらはどんなものを販売されてますか？こちらはね、元気という発芽玄米を、はい、あと雑穀、はい、16種類の、雑穀が入っているジャガの雑穀を販売しています、はい、こっちはお茶を販売しています。飲んでみてください。いただきます。ありがとうございます。これ水だし、甘みも強いね。天竜らしい渋みと何があるの、だから残る甘みというか、すっきりとした感じがあります。美味しいです。やっぱ天竜のお茶はいいですね。こちらには今日のステージに出演された子どもたちに集まってもらいました。こんにちは。こんにちは。すごくみんななんか衣装も髪型も決まってますね。ありがとうございます。ちょっと無理なお願いしてもいい、はい、なんかここでダンス披露してもらえますか？あ、ありがとう。ありがとうございます。音なくてもすごいみんな息ぴったり、そのすぐにサビからって言っても踊れるんだね。かっこいい。ありがとう。今日のそれじゃステージはどうだった？緊張したけど、久しぶりのコロナ禍前のお友達に出てきて楽しかったね。イエーイ。こんにちは。こんにちは。すごく可愛らしい方を着てる。今みんなは何年生？1年生です。中学1年生、はい、今日みんな友達と来たんだ、はい、そっか、今日は浴衣で来ようって思ったの？はい、うん、すごく似合ってる。ありがとうございます。この浴衣の気に入ってるところとか何かあったら教えてください。色が水色好きなので、水色の色の浴衣にしました。そっか、帯も水色なんだね。これ自分で選んだの？はい、この花柄とかがすごい可愛くて、ね、ます。そうか、浴衣って普段から着る？いや全然、今日は最近、あ、じゃあ久しぶりに着て。どう、着てみると？いや、なんか苦しい、ね。うん、そうだね。でもなんかちょっと気持ちも上がるよね。はい、どう、このフェスタ天竜は？なんか思いますね。すごい似合ってて、うん、楽しいです。じゃあこの後は何して過ごしますか？みんなでやったよ。この辺に楽しみたいと思います。はい、じゃあ素敵な夏休み、ね、夏の思い出にしてください、はい、ありがとう。はい、バイバイ。じゃあね、楽しんでね。ありがとう。皆さん笑顔で楽しい時間を過ごしていました。夏の思い出となる一日になったのではないでしょうか。ということで今回は7月22日土曜日にクローバー通り商店街で行われたフェスタ天竜の模様をご紹介しました。皆さん次回もお楽しみに。この番組では皆様からのメッセージをお待ちしています。宛先は郵便番号 432-8021 浜松市中区さなる台 1-11-27 ウィンディーコンテンツ部浜松山里いきいきレポート係まで。メールアドレスは seisaku@windy.jp です。またこの番組は放送終了後ウィンディの YouTube チャンネルでもご覧いただくことができます。ぜひご覧ください。浜松山里いきいきレポート、この番組は浜松市の協力でお届けしました。